んですよ。はい、ね、そうなんで、え、でも、うん、2人じゃできないんじゃないですか。チェチェチェ、今日はなんと、うん、このお二人に来てもらってます。あー、はい、こんにちにんにーぽだよー。どうもどうも、こんにちはちぇー、ピーナツくんだっ。あー、ほんとにいやー、やばー、いつもの二人だ。新衣装じゃん、新衣装、かわいい。はい、どうも、お揃いになっちゃいまして、ポコピーと言います。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はね、はい、このバーチャルキャストでなんとね、ワンナイトジェルロができるようになったということなので、はい、うん、ちょっと4人でね、やってみたいんですよ。気になってたんですよ、これ。はい、こちらのね、右からレイちゃん、うん、リオちゃん、うん、はーい、オッケー、持ち場に着きましょう。持ち場って仕事じゃん。ワンナイトジェルロなんだけど、4人でプレイするので、こちらに6枚のカードがあるんですね。こちらを1人1枚ずつ配って、はい、自分がどの役職に就くかっていうのが決まります。役職は村人と人狼と占い師と怪盗があります。うん、人狼になった人は村人に見つからないように、人間サイドの人に見つからないようにして、うん、人間サイドの人は人狼を当てるっていうね、ゲームですね。ああ、いいよ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 。それでは、はい、やってみましょう。はい、お願いします。よっしゃ、いいですか。いいよ、いいよ。はい、マジ心理戦だな。そうなんですよ、絶対に負けない。喧嘩する時来たな。あ、来たな、ね、ライアーゲームだから、これはマジデスゲームだわ、これは。スタートを押しますよ。あ、いいぜ、はい、いいですか。はい、ああ、来い、スタート。しゃじゃん、自分の顔を確認してください。すげー、絶対に見えないようにね。え、見れ、オッケー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 。そして仮面をかぶってください。はい、バイビー。なるほど、なるほど。すげー、すごい、すげー、すげー、何も見えない。すごいね、すごい。はい、何、お、占い師の人はこの帽子が勝手に取れて、うん、今誰かのカード役職を占ってるんです。見てる。え、なるほどね、やば、誰よ。誰来るかな、占い師。いるかな。いない可能性もあるね。いない可能性あるよね。いない可能性もあります。今喋ってるから、そいつ怪しいんじゃねえか。何、はい、この説明さ、ちゃんと聞けよ、みんな。あ、次は人狼がマスク剥がれて、それで見てます。今怪盗がね、怪盗は誰かのカードと役職と交換することができるんですね。あ、なるほどね。なるほど、ちょっと頭使うよね、結構怪盗って。確かにね。え、なんかみんな静かじゃん。静かに、どうしたの。みんな静かに、怪盗の人は静かになりがちだな。今考えてんもんな。みんな考えてんのか。夜が明けました。おお、おはよう、おはよう、おはよう。なるほどね、なるほどね。でもなんか怪盗いると思うんだよね、はいはいはい、静かだったしね。怪盗の時静かだったし、ね、でも人狼の時も、え、確かに人狼の時も静かだった。本当だ、私占い師でした。マジ、うん、はい、僕が占い師でした。はい、レイちゃん嘘をついています。え、レイちゃんは嘘をついています。今レイちゃんのタイミングちょっと怪しかったですね。え、いや、ピーナッツが遅かったじゃん。私占い師だよ。僕が占い師です。え、レイちゃん、あなた、じゃああなた何を、誰を占ったか言ってくださいよ。私占い師でピーナッツくんを占った人狼でした。うわー、うさんくさー。レイちゃんがうさんくさ。本当だよ、本当。私占い師です。うん、ポンポコさんを占いました。うん、何でした。村人でした。おー、そうです、そうです、すごい。え、占い、怪しい。レイちゃん、なんかみんな怪しい。いや、私、みんな怪しくない。はい、はい、私は村人でした、はい、本当かな。本当です。いや、でもレイちゃんの占い師って言い出すタイミングがマジで怪かったから、怪しかったから。確かに。でも、そうよ、2番目、2番目の方が怪しいんだよね。そうだよ、だって占い師はさ、最初に占い師って言った人がさ、なんか本当っぽい気はする。私は占い師だよ、マジで。なんか占い師の言い方が、あ、誰も占い師って言い出さないな、言おうみたいな。え、なにそれ、すごい、なにそれ。嘘ばっか。でも、本当に信じらんないよ、レイちゃん。本当に信じらんないよ、レイちゃん。え、わかんない、ピーナッツくんと。私は占い師でした。ねえねえ、え、ピーナッツくん、え、人狼2人っていう可能性あんだよね。
確かに確かに。だからさ、2人なんてこの2人な気するわ。うっそー。いや違う違う、それは。いや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 、普通にさ、手組んでる気する。やば、違うだろ。やばすぎだよ、それは。回答いるわ。ポッピーだわ。回答いたんじゃない、もしかしたら。え、村人村人。ほんとかな。え、なんでなんでなんでほんと、なんだよ。明らかにレイちゃん怪しかったじゃん。リオちゃんなら分かるだよ。最初のレイちゃん様子おかしかったじゃん。でもレイちゃんいつもあんなじゃん。いやそんないつも様子じゃん。いつもあんなおかしいから、もうね、分かんない。私が普通じゃん。いやでもリオちゃんも怪しいんだよね。何、リオちゃんもなんか、リオちゃんは怪しくない。私怪しくないの。すごい後から村人でしたって言って、テンション高いよね。いやいやいや、リオちゃんは楽しいじゃん。そうでしょ、仲間だね。うちらさ、村人仲間じゃん。ね、私だっていらないしだもん。ピーナッツくんがさ、人狼だと思う、リオ。ピーナッツくんなんでだよ、おかしい。でもリオはピーナッツくんが人狼っぽい思う。私も2回目にさ、ピーナッツくんするよ。いや、僕レイちゃん終了終了終了。ワンナイト人狼はこうワンナイトで決めて、指さして順番にカードをめくっていきましょう。はい、せーので。はい、みんな指をささないと。そうだよ。で、せーのでいこうか。人狼は誰だ。せーの、ドン。レイちゃん。え、ピーナッツくん。え、ニーニーじゃん。レイちゃん。あ、でもニーニーだ。ニーニーだ。ニーニーで、もし人狼と人間だったら、当てられたに、人狼の負けです。では、ああ当てられた私たちは後で開けましょう。じゃあまず後でポンポコちゃんから。あ、ポンポコからね。だって村人だもんね、ポンポコは。私と一緒でいきます。どうぞ。はい、前のあのカメラに向かって。あ、村人村人。いや、村人だ。なるほどね、村人だ。なるほど。リオちゃん、リオちゃん、リオちゃん、どうかさ、村人じゃん、うちらは。やっぱ行くよ。うちらやっぱ村人だよね、信じてるよ。絶対大丈夫と思ったもん。ええ、お前そういうやつなの。あれ、そういうやつなの。おー、もう、おー、あいつだったじゃん。嘘だろ。じゃあ、ピーナッツくん。僕は占い師でした。え、本当に見てよかったわ。占い師、占い師だったんだ。あれれ、あれれ、おい、ほら、あれれ、私は、人狼でした。あ、やったー、この双子。負けた、負けだから人狼。負けた、勝ちだよね。お前、怪しいことすんなよ。そういうことか。どうりでレイちゃんだ。え、勝てると思ったのに。いや、私も勝てるとピーナッツくんみんな狙うかなって思ったのに。どうりでレイちゃん怪しいのにリオちゃん乗ってこないわけだよ。いや、そうだよ。リオちゃんって気づかないわけないと思った。ちょっとね、分かりやすすぎちゃった。渾身の演技だったのに。ちょっとね、わざとらしかったね。わざとらしかった。でも村人の勝ちか。そうだよ、僕らの勝ちだ。おめでとう、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 おめでとう。おめしの動画。じゃあね、今のは練習だったんで。え、え、次の勝負で勝った方、勝った人が勝ちだ。え、なんだろう、さっきので。次の勝ちの人が勝ちだ。まあいいだろ、絶対に勝つんで。絶対負けない。3、2、1、スタート。スタート。カードを確認するんだ。よし、はい。誰だ今。誰が占ってるんだ。誰が占ってんだ。静かになんね。誰が人狼なんだ。誰だ、誰だ。この間がみんな静かじゃん。静かだな。怪盗誰だ、誰なんだ。怪盗いんのか、怪盗いんのかよ。いんのか、出てこいよ。怪盗うぜんだよ。やば。夜が明けました。あー、よく寝たよ。でしたわ。邪魔だからとか、そーっと。なんかさ、なんか役職の人いないの。いないの。はい。あ、二人が出てる。え、じゃん。え、ポンポコさん、何ですか。いや、私怪盗だったんですよ。で、ピーナッツくんと交換になって、ピーナッツくんは占い師でした。え、そうなの。当たり当たり当たり。嘘。つまり、どっちかが人狼です。これも勝ちだな。
え、なんかおい、ポポさんも勝ったな。ね、怪しくない？勝ったな。さっきのさ、うちらパターンあるよ、だってそれあるね。え、あるよね、うん、じゃあピーナッツくん占い師だったんだよね、はい、誰を占ったの？僕は人狼を占った。人狼も分かっている。素晴らしい、よくやった。マジ？でかした。誰？え、誰？自首しろ。え、誰？自首しろ。え、人狼だ。バレてんだよ。自首しろ。私は村人だった。怖い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 。私も自首しろ。リオちゃんだ。じゃあえ、なんだってリオちゃん。そんなわけないじゃん。私が人狼なわけないじゃん。あ、怖い、怖い。なんだって？お前、お前だよな、お前。やめろ、こっちげんな。お前こっちげんな。え、急においおい、あらがんな。もう自首しよう。同じく自首するんだ。こいつだ、これはもう人狼でした。自首してる。自首した。自首してんじゃん。ねえ、ねえ、やばい。もう一回。じゃあこれは一斉に開けよっか。はい、そうだね。せーの、はい、はい、村人でした。人類でしたね。あ、回答だ。とりあえずじゃあもう一回しよう、もう一回しよう、面白い。もう一回しよっか。もう一回やろう、早すぎたわ。早すぎた、早すぎた。次で本当に最後ね。いきますよ。いや、はい、よし、2、お願いします。1、スタート。ウェイ、絶対に見ないでよ、誰も。おらおらおら、なるほどね。ね、夜が明けました。おはよう。職業ある人。あ、何？占い師でした。うん。誰を占ったの？一般市民。一般市民を見ました。ここ一旦ここまでにしときますわ。どういうこと？なんだよそれ。いや、ちょっと突き出すやつがいるかもしれないから。私、うん、村人でした。なるほど。はい、はい、私、怪盗でした。僕、一般市民でした。え、リオちゃん、怪盗誰と誰の交換したの？ポンポコ。お、だから、私が占い師で、今ポンポコが怪盗になってんの。あー、なるほど、っていうことは、あ、人狼いない可能性もあるよ。あ、確かにね。そっかそっか、確かに。いや、待って待って、ここはここ、ポンポコでね、レイちゃんの見たの。うん、どうだった？レイちゃん、はい、普通に市民だったの。だからピーナッツ、人狼だとすればピーナッツくん。なるほど。え、なるほどね。え、ピーナッツくんは何だったんだっけ？一般市民。ああ、平和村か。いや、でも確かに人狼が2枚あそこにある可能性もあるよね。確かにね。いや、わかんな。ピーナッツくん、処しとこ。今の会議だと明らかにもうあそこしか可能性はないから、あいつは首吊っとこ。あいつは首吊っとこ。マジ？でも村人を殺しちゃ、処刑しちゃったら、うん、負けだよ。そっか、そうだよね。え、僕殺すの？え、待って待って、あなた、待って、そういう方向になってる。本当のこと言いな。いやいや、本当に本当に市民だって。自首、なんで自首すんだよ。市民、自首した方がいいよ。で、だから、いや、あり得るのはポンポコさんとレイちゃんのグルもあり得るでしょ、今。いや、違う、リオちゃんがポンポと交換してんだもん。そう、それ占い師なんでしょ。そう、私はポンポコと交換した。あ、そっかそっか、平和村だ、これ多分。ピーナッツくん、本当にか。いや、なんで僕、その顔で、なんで疑われんだよ。でもどうする、負けたくないね。負けたくない、負けたくないよね、勝ちたいよね。もう本当に2択だよ。ピーナッツくんが人狼か、平和村か、どっちか。そうだよ、そう。やばい、わかんないわ、わかんない。でもあの顔見るとなんか嘘ついてるみたいじゃん。わかる。いや、おい、ね、なんだよ、嘘ついてねえよ。嘘だと思う。嘘ついてねえ。心の底から教えても、そう、ここが、ここのそっと言葉がないんだよ。これが本当の言葉だよ。本当に市民、本当に市民だ。だからあれが2つ人狼で、いや、わかんないけど。じゃあ命かけられんのか。命かける。命かけるから。本当にこれでみんなで勝とう。みんなで勝つのは指名しないことだ。誰も指名しないこと、それが勝てるから。これ絆試されてるから。うさんくさい、うさんくさい、うさんくさい。なるほどね。なんだよ、うさんくさいって。終わったよ、終わった、終わっちゃった。釣っちゃおう。どうする、どうしよう。釣ったら負けるって。せーので、私は平和村で締めたいな。え、じゃあ指を刺すか、平和村って言うからね。いきます、せーの、平和村。嘘だろ。
あ、じゃあ平和村人 2だから市民の意見2が、うん、じゃあ平和こっちからじゃあ私から順番にいきます。いやさすがにね村人、あーおーだよね、あーよいよいよ、はい次、はい、あーほんとじゃん、回答と占い師交換したか占い師か、交代になったからいくよ、せーの、あーえー、えなんだよ、えなんだそれ、えどういうこと、どういうこと、なんでなか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 なんでやってんの、待って人狼上級者いるわ、ほんとごめん、やばい、お前なに、お前お前なんだ、えぇー人狼、ごめんやばくない、俺たちと結構天才だったよね、いや、リオちゃんマジ天才だってでしょ、私マジ天才だよね、ほんと対等で交換したっての最高だったよ、あいつマジバカじゃね、信じられない、信じられない、あいつらえ、回答だと信じちゃったわ、はい、ということで、はい、VR でワンナイト人狼でした、イエイイエイイエイ、やばやばいわ、マジで悔しいわ、いや面白、ね、お前リオちゃんのおかげだからお前の力は1ミリもねえから、ただのピーナツくんはな、今回流れてみようかかったわけじゃん、あ、でもピーナツくん命かけたよな、命かけるって言ってたわ、そうだよ命かけたよな、うちらによ、うるせえ負けたやつがほざくな、ポンポコチャンネルにもコラボ動画上がってるのでぜひ見てください、見てください、チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね、よろしくね、それではまた次回お会いしましょう、またね。